皆さん、こんにちは。今回は梅宮辰夫さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2019年12月12日にこの世を去った梅宮辰夫さん。梅宮辰夫さんにとって遺作の著書となったのが拙著の不良役者、梅宮辰夫が語る伝説の銀幕俳優破天荒譚です。自らの映画人生とともに伝説の役者たちとの交流が綴られた珠玉のエピソードの数々を惜しげもなく綴っています。東映時代は夜の帝王などとランパ役者の代表のように言われていた梅宮辰夫さん。しかし学生時代は硬派だったといいます。高校は早稲田高校、入学するや自分で剣道部を創設し3年間主将を務めたそうです。男子校だから女っ気は一切なく、セックスどころか女の子と手をつないだこともなかったといいます。そもそもデートしたこともなかったとありました。そんな梅宮辰夫さんが童貞とおさらばしたのは大学2年、19歳の時でした。よく行く銀座の寿司屋でホステスにナンパされたのだそうです。石原裕次郎さんの嵐を呼ぶ男を見に行き、その帰りに彼女の誘いで新橋の旅館へとしけ込んだといいます。人に勧められるまま梅宮辰夫さんが東映のニューフェイス試験を受けたのはそれから間もなくのことでした。昭和33年、映画人口が11億人とピークを超えた年でした。当時の日本の人口が9200万人の時代、単純計算しても日本人1人が年間12本の映画を見ていたことになります。映画はまさに娯楽の王様であり、そこに君臨する人気俳優は銀幕のスーパースターでした。その頃の東映は時代劇映画がドル箱でした。そのため京都には片岡千恵蔵、中村錦之介、大川橋蔵といった時代劇スターがキラ星のごとく揃っていました。一方の東京撮影所で作る現代劇はスタッフも予算も少なかったそうです。京都で作る映画はカラーなのに東京は白黒ってこともよくあったそうです。しかし梅宮辰夫さんは時代劇スターになりたくてこの世界に入ったのではないとしています。もっと言うと、芝居の上手い役者になって人に評価されたいとか賞を取りたいなんて考えたこともなかったそうです。梅宮辰夫さんが役者になった目的は次の4つだとしています。1つ目はいい女を抱くこと、2つ目はいい酒を飲むこと、3つ目はいい車に乗ること、4つ目は綺麗な海が見える一等地に家を構えること。本の中にはこうあります。一応4つとも実現したかな。その意味では俺は幸せな映画人生を送れたと思うよと締めくくっていました。さてタレントの梅宮アンナさんが2023年11月21日日本テレビ系デーデーに出演しました。その中で同居する母のクラウディアさんの娘への依存が強すぎる悩みを打ち明けました。父梅宮辰夫さんが亡くなって4年、頼る相手が娘へと移った母と自分の時間を取りたい娘、アンナさんは一緒にいてあげなきゃという気持ちと後ろめたさを感じており、世間でも起こりがちな悩みに共感を覚えた視聴者も多かったようです。アンナさんが出演したのは芸能人が本気の悩みを歌謡出演人や視聴者に相談し解決のヒントを探るお悩みチャット版のコーナーでした。アンナさんの説明によると、2019年に梅宮辰夫さんが亡くなった後クラウディアさんは一時一人で住んでいたそうですが、やっぱり一緒に住もうということで現在は同居しているとのことです。しかしクラウディアさんは娘に頼りきっており、一緒でないと晩ご飯も食べなかったり、仕事で外出中にもかかわらず電話でタクシーを捕まえてほしいと依頼してきたりする状態だといいます。生前夫から何もしなくていい、笑ってさえくれればいいと言われて結婚したというクラウディアさんは、公共料金がコンビニで支払えることを知ったのも78歳の時だったといいます。母のように旦那さんが何でもしてくれていいよいいよと、でも年齢に合った世界観でやらなきゃと憤るアンナさん。一方で怒りを覚える自分に反省もしているようで、毎日のことなのでちょっとのことで風船が引ける瞬間もあって
と悩みを吐露していました。母は男性に頼るのが大好きなことから再婚を勧めたこともあるそうですが、パパが一番だからと断られたと明かしました。スタジオには大きなスカーフを巻いてカジュアルな服装のクラウディアさんがついてきており、脇の方から不安そうな目で娘を見守る姿も見られました。視聴者からは様々な意見が寄せられたようです。実の親だとしても自分のことは自分でやるべき、娘にも娘の人生がある、親が自立できるよう行政や民間に委託した方がいい、例えば同じマンションの違う部屋に住むとか少し離れてみたらいい、という意見が寄せられスタジオで読み上げられました。近いところに別居することについて MC の山里亮太さんに意見を求められたクラウディアさんは小さめな声で、今だったら大丈夫です、アンナさんは最近はそれを言い出しているんです、私が多分すごく厳しいからと苦笑していました。ひろみさんは週一休み何時間かでもと提案し、ちょっとずつ始めたらいいと述べました。アンミカさんは SNS の操作などもやってあげない勇気を持って一つずつできるようになっていくのを根気よく待ってとアドバイスしました。 MC の武田真一さんは二人だけで悩むのではなく行政に相談したりとか、僕も相談してみるとすごく楽になりましたと経験を語った上で、でも素敵な親子ですと微笑ましく二人を見つめていました。意見を聞いたアンナさんは、テレビを見ている方もうちもわかると思われている方もいると思います、家族なので一緒に生活していきながらぜひ二人で頑張っていきたいとこの冷えた結論を語っていました。 SNS では梅宮アンナさんの悩みは私の今の一番の悩みどころだったからリアルだった、言っていること本当わかるわ、うちもそうだったからという書き込みも見られました。アプリがないとタクシーが呼べなかったり、お年寄りには厳しい世の中になったという感想も一方ではあったのが特徴です。そんな梅宮アンナさんはかつて、しくじり先生梅宮達夫さんみたいになるなにしくじり先生として登場、父梅宮達夫の死後に見つけた資産の詳細を明かしたことがあります。生前の梅宮達夫さんに資産の情報や口座のパスワードなどを記すエンディングノートの作成をお願いしていたというアンナさん、しかし父の死後いざエンディングノートを見てみると、そこに残されていたものはレシピ集や日記だったといいます。アンナは慌てて税理士に協力してもらいながら梅宮達夫さんの資産を調べることにしたそうです。もし口座をすべて見つけられないと、その金は一生迷宮入りになってしまいます。幸いにも梅宮達夫さんは確定申告などで税理士と密にやり取りをしていたことから、すべての口座を調べることができたといいます。見つかった口座はなんと12口でした。松竹用、東映用など各映画会社との仕事によって口座を持っていたため数が多かったといいます。梅宮達夫さんの資産はその他にも、真鶴の自宅、車3台、釣り具、包丁、高級ワインなどでした。また熊本にアンナさんも知らない土地を持っていたそうで、誰かに買ってあげたのかと思ったの、愛人か誰かにと笑っていました。出演者の吉村隆さんはかっけぜと拳を突き上げながら叫んでいました。ワインはマグナム級の何百万円もするようなものが50本あり、釣り具も100万円ほどのリールが100本あったといいます。当然これらもすべて資産に含まれます。さらにアンナさんは1本100万円とかするネクタイがあってと明かすと、出演者らは驚きの声を上げ、どこで売っているんですか、それ閉まらないでしょ、硬くてとツッコミを入れて盛り上がっていました。いかがだったでしょうか。今回は梅宮達夫さんの私生活を中心に見てきました。ところで最晩年の3年間梅宮達夫さんはたびたび取材に応じてきたといいます。その中で芸能界への遺言を語っていたといいます。家族を愛し、バラエティ番組でいじられることも受け入れていた梅宮達夫さんですが、芸能界に対しては厳しい見方も口にしていたといいます。早い話が、今の芸能人は天気予報のお姉さんやアナウンサーと変わらない、
テレビ番組を成立させるための放送要員なんですよと述べていたそうです。万人に好かれ、スポンサーにも気に入られる好感度タレントばかり。悪役でもタバコは吸えないし、車で逃亡するときもシートベルトを締めるんだからさ。カリスマ性もなければスター性も皆無。僕らの時代のスターは好感度の代わりに不良性感度が高くて近寄りがたいオーラを発していましたよ。石原裕次郎さんなんて現場で朝からビールを煽って長い足で窓枠をまたいでスタジオに入るんだけど、それを見て僕らはすげえなと憧れたと振り返っていました。その上で、芸能界に限った話じゃないけど、今の日本は古き良き時代に対する敬意が足りないと思う。目先の現実だけに生きている人間ばかりで昔のいいところを振り返らない。昭和の方が良かった部分もあると思うけど、それに全然気づかないんだとしています。昨今テレビがつまらないという意見が多く聞かれますが、その根源は梅宮辰夫さんの芸能界への遺言の中に全て含まれているように感じます。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。